皆さんこんにちは、アカペラオレンジです。早速、アカペラを始めていきたいと思います。音取りは大丈夫ですか？だんだん簡単に心が壊れてしまうようになったら、やる気もがれて傷ついたから、やめら愛媛大学から来ました、アカペラオレンジのミステリアというチームです。よろしくお願いします。早速先ほどの曲紹介をお願いします。はい、先ほどはミセスグリーンアップルさんでホンテッドホンテッドを歌わせていただきました。ありがとうございました。そうですね、アカペラオレンジは先月もなんですけど、実はこの富士のライブで参加させていただいてですね、いろんな場でライブをしているんですけど、今まで1回でもアカペラオレンジのライブを見たことあるよっていう人いますかね？手を挙げてみてください。ありがとうございます。いつもありがとうございます。そうですね、もちろん自分たちアカペラもやるんですけど、このチームも名前がウィステリアって言うんですけど、ウィステリアは日本語で富士という名前なんですね。で、せっかくの富士ライブなんで富士にかけたウィステリアというチームを組んでみたんですけど、そうですね、アカペラオレンジは毎回チームごとにチーム名を考えるんですね。で、そのチームにも注目をしてもらって、したらいろいろ面白い発見とかユニークな名前とかがあったりするんで、ぜひチーム名とかにも注目してくれたら嬉しいなと思います。くらいでいいですかね。よし、じゃあ、続けて1曲目に行きたいんですけど、2曲目の曲紹介を先にお願いします。はい、2曲目はクリープハイプさんで、足折りという曲を歌います。ぜひ楽しんでください。じゃあ早速音取りをします。さっきの曲よりもさらにノリのいい曲かもしれないので、ぜひ手拍子とかで乗ってみてください。を読むことに急ぐ
少しだけホルトだった。チームだけなのでこれが最後になります。ありがとう。また富士のライブがあるときぜひ見に来てください。ありがとうございました。はい、素敵なパフォーマンスをありがとうございました。ここで最後に何個か質問させていただきたいんですけども、皆さんあの見たら、皆さんも見たら分かると思うんですけど、皆さんブルージーンズなんですけど、これは何か理由とかあるんですか？偶然なんですか？え、仲良しですね。こうやってね、偶然に服が揃うという仲良しぶりですが、あの今後の出演情報など等があればお願いします。8月24日土曜日に広島の方でライブをさせていただくことになっておりまして、他大学の結構大学がいろんなところで集まってやってもらう形になるんですけど、はい、広島のアリスガーデン、パルコら辺の近くなんですけどもし旅行に行く人とかいたらついでに寄ってくださると嬉しいです。はい、8月24日にパルコら辺でライブをするそうなので、お時間がある方はぜひお越しください。では最後に今日来てくださった皆さんに一言お願いします。今日は1チームという少ないチーム数だったんですけど、皆さんしっかり聴いてくださってありがとうございます。いろんな場でアカペラをしようと思っているので、アカペラオレンジという言葉を聞いたらぜひ駆けつけて一緒に盛り上がってくれたら嬉しいと思います。今日はありがとうございました。大好きなアカペラを披露してくださいました。アカペラオレンジの皆さんにもう一度大きな拍手をお願いします。はい、ありがとうございました。はい、この後のステージイベントなんですけども、はい、なんと私ドンマイの組とゆめかちゃんがもう一回ライブをさせていただきます。ぜひ皆さんで一緒に盛り上がってくれたら嬉しいです。時間まで少々お待ちください。